じゃあ私はこの辺で帰ります。また来週。おお山田、また来週な。週末はどっか行くのか家特に決まってません。家でゴロゴロするかと。わかった。今週もお疲れ様。またな。お疲れ様です。いやー今週も走り切ったぞ。溜まってたドラマや何やろ、一気にするか。しかし今週はハードだったな。週末は一旦泥のように寝て、それから予定考えよう。す、す。ん、ん、うわ、やべ。めっちゃ寝てもうた。え、今何時え、二日後の朝。もう日曜日かい。二日間も寝てしまった。休日応募終わったんやけど。くそ、最後の絵きで街に繰り出そう。ショッピングでもするか。 あ、ええ何これ街崩壊してる。なんでおい、山田こんなところで何してるあ、い、つかむと。いや、ショッピング。もう、貨幣制度終わったぞ、昨日。え貨幣制度終わったあ、首相が変わって貨幣制度廃止したんだ。これからは物々交換。はなにそれ物々交換この2日間の間に決まったんお,お前何も知らないのかあ何も何もこれ何があったんだ ?2 日前から天変地異が起きて、世界中が大バニックだ。えそうなのアメリカ大陸は沈没した。もうない。えアメリカがないあ,あ、地盤沈下起きて、アメリカなくなったんだ。日本も宇宙人が襲ってきて、今宇宙�� の間に首相変わって貨幣制度なくなって天変地異起きてアメリカ消えてなんか電車使えなかったけど、電車なんてもう誰も使ってないよ。今リニア粒子移動を使って体ごと行きたいところに瞬間移動できる。えそういう粒子トンネルがあるんだ。今日本中に広がってる。まあ、人間が原子レベルで瞬間移動できるようになった。電車も新幹線も廃止。廃止。マジかえ。ちょっと待って。宇宙戦争って今日本の兵士と宇宙人戦ってるのか。いや。全部ロボットだ。60万体のターミネーター。日本軍が宇宙人と戦ってくれてる。もう生身の人間が戦う時代はとに終わってるぞ。えまじか。 うわアメリカ人さん達はどこにまあ、すぐ隣の星に移動したよ。隣の星まあ、地球の真横に最近新たな星が生まれたろえ二つ目の地球。二つ目の地球うん、こんな感じで。あ俺の知らん間に地球二つになっとった。うん、あっちに来た人はあっち側に行ってるぞ。まあ、あちらも開拓が進んでるしな。だったら、そうだ。とにかく俺たちも避難しないと。水と食料の確保しないと。おいおい、これ知らないのかあ、え日本人が開発した大気から水分を抽出して、いつでも水が飲めるって技術。この手袋のおかげで水道がいらなくなった。お前まだ使ってないのか 食料も今は確保しなくても、どこでも 3D プリンター技術開発が成功して、注文すれば地下で作ってくれるようになる。それを素粒子、リニア移動技術使って、人のところまで瞬間に届けてくれる。地下に人類の腹を満たす分の食料が確保されてるからな。お前そんなことも知らないのかあ,あ、小学生になってまた一から勉強し直そう。国産アニメは LINE スタンプを4種類販売しています。ぜひ見てみてね。購入リンクは動画のコメント欄と概要欄から飛べます。